広田はじめ君。社会保障を立て直す国民会議の広田はじめです。ただいま議題となりました、いわゆる歳費重編の法案に反対の立場で討論します。この案が出てきた前提は、理不尽な高知徳島鳥取島根の合区と時代に逆行する参議院の議員定数6増、そしてご都合主義の特定枠の導入です。特に議員定数6増は時代錯誤も甚だしい暴挙です。市町村議会は人口減少、少子高齢化、そして過疎化が進む中、ギリギリまで定数削減に取り組んでおります。そのような中、なぜ参議院だけ特別扱いで定数増が許されるのか、言語道断であります。国民の国政に対する信頼を失墜させていることを肝に銘じるべきです。合区選挙と特定枠の関係も問題です。特定枠を活用しても合区である以上、自民党が主張するように必ずしも人口少数圏の民意の反映の確保はできません。例えば高知県を地盤とする候補者が比例の 特定枠に回りました。合区の選挙区選挙では徳島県と高知県を地盤とする候補者が戦うとします。互いの地元の県では圧勝しましたけれども、トータルで高知県の候補者が勝てば徳島県の圧倒的な民意は反映されないことになります。このように特定枠と選挙区選出の当選者が一方の同じ県に偏る可能性があります。そもそも人口少数圏の民意の反映の確保は方便です。実態は選挙区からあぶれる自民党現職の議席を守るための苦肉の救済策であります。つまり民意の反映の確保ではなく、現職議員の議席の確保が目的です。究極のご都合主義であります。自主返納案は消費税を増税するのに国民にさらなる負担を強いる参議院の定数増はけしからんという反発を恐れて出したものに他なりません。しかもこの案は毎月7万7000円をすべての参議院議員が返納して初めて増やした3人分の経費を賄うことができます。私が参議院議員だった時の同僚に聞くと、自主返納しないと言っている議員が少なからずおります。実際にどの議員がいくら返納したのか公表しない以上、法改正の目的達成を担保することができない明らかな欠陥法案です。このように合区6増特定枠、そして自主返納、無理に無理を重ねています。これらの一連の国民の常識からかけ離れた企ては歴史の評価に耐えることはできません。参議院を再び良識を取り戻すためにも、自主返納案を一刀両断否決するよう強く訴えて、私の討論といたします。どうもありがとうございました。これにて討論は終局いたしました。採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに、賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。本日はこれにて散会いたします。